小川未明、三つの鍵。一、ある青年は毎日のように空を高く金色の鳥が飛んでいくのを眺めました。彼はそれを普通の鳥とは思いませんでした。何か自分にとっていいことのある使いであろうというように思ったので、その鳥の行方を探そうとしました。どこかに巣があるに違いない。その巣を探し出さなければ帰ってこないと決心をして、家を出かけたのであります。何でも金色の鳥は晩方になるとあちらの山の方へ帰って行きましたから、青年はその山の方へと行き、高い山を登って参りました。すると山から一人の漁師が鉄砲を担いで、胸にピカピカ光るものを下げて降りてきました。青年は不思議なものを見たものだ。なぜならそのピカピカする光は、大空を遥かに飛んでいった鳥の光によく似ていると思ったからでした。この山へ登る道はまだよほど険しいのですか？そして鳥の住んでいるような森がありますか？と言って青年は漁師に聞きました。漁師は目を見張って、あなたはなんでこの山へ登りなさるのか？と問い返しましたから青年は金色の鳥の巣を訪ねてきたものだと答えました。その鳥というのは私が今日山で撃ち落としたこのワシだ。ワシの足にピカピカ光る鍵がついていたのだ。その鍵というのは私の胸にぶら下がっているこの鍵じゃ。と言いました。なるほど、漁師は背に大きな灰色をしたワシを追っていました。青年は毎日のように大空を高く飛んでいった鳥はこのワシであったかと思いました。それよりは、漁師の胸にぶら下がっている鍵がたまらなく欲しくなりました。この鍵があったら何か大きな幸運が自分のために開かれはしないかという感じがしたからであります。私にそのピカピカ光る鍵を譲ってくださいませんか？と青年は漁師に頼みました。漁師は考えていましたが、お前さんはこの光ったものが欲しいばかりにこの山へ登ってきなされたのだからこの鍵をあげましょう。私はこのわしが欲しいばかりに撃ったのだからもともとこんなものは必要がない。と言って胸にぶら下げていた鍵を取って青年にくれました。青年はどれほど嬉しかったか知れません。漁師と別れて山を降りました。この鍵はどんな箱を開けるためであったろう。と彼はその鍵をよくよく手に取ってみますと、2という番号がついていました。しかし誰がいつこの荒鷲の足にこの鍵を結びつけたものかわかりません。また何のためにそうしたものかということも知られるはずはなかったのです。ただ荒鷲はその足で暴風雨の中を駆けました。また雪の中を歩きました。また林や砂漠の中や谷や山の頂やところ構わずに降りたり飛んだりしたのでありましょう。またその足で勇敢に敵と戦ったこともあったでしょう。それがために鍵は金色にピカピカと磨かれて光っていました。青年は2はどうした番号であるか鍵に刻まれている文字を見てもわかりませんでした。けれどその時からこの鍵で開かれるものをこの世の中に見出した時に、本当に自分は幸福であり得るのだと考えました。それから彼の長い旅は続いたのです。2、別にまた一人の若者がありました。志を立て、故郷を出てからもう幾年にかなりましたけれど、目的を達することができずにあちらこちらと流浪していました。ある日のこと彼は疲れた足を引きずりながら寂しい昔の城跡を通ったのであります。すると壊れかかった石垣の間に夕日の光を受けてピカピカ輝いているものがありました。その光は半ば土にうずもれているためか、それほどの強い輝きではなかったけれど、彼の注意を引くに十分だったのであります。何が光っているのだろう、と若者はその石垣のそばへ寄り添ってみました。そして、間から光っているものを掘り出すと小さな鍵でありました。
何に使ったものだろうと思いながらよく見ますと、それには3という番号がついていました。しかし不思議な鍵のような気がして、それを再び捨てることができなかったのです。きっとこの鍵で開かれる箱か何かがあるに違いない。もしそれを見出したなら、今自分の抱いているような全ての野心は遂げられるだろうというような気がしたのでした。しかし、その秘密の墓はどこに埋もれているかわからなかった。若者はその日からこの昔の城跡やこの付近の町を訪ね歩いて、黄金の箱の話を聞き出そうとしました。この若者はなかなかの知恵者でありましたから、この鍵がどんな金で作られていたかということをすぐに見分けることができたのです。そしてこの鍵を使って開けられるほどの箱はやはり小金で作られた箱に違いない。小金の箱などというものはそうたくさんあるものでないから、どこかの蔵に宝物となってそのまましまってあるか、もしくはどこかの地中に埋められているという昔話でも残っているであろうと考えたからです。ただ、この利口な若者は、この鍵の番号が3であったから、まだこれと同じ合鍵が他にあろうと思いました。それで自分よりすでに先に誰かその箱を開けてしまうものがないかということを心配したのでした。いくつも鍵を作ってあるからには、この箱は誰にでもすぐに発見されるような場所に隠してはないだろう、と思って、まだそれが見つからないと考えたのであります。若者は、それがために熱心に城の歴史などから伝説などを調べたのでした。3. またあるところに年の若い男がありましたが、毎晩のように海岸の岩の上へ来ては、海の中から起こるかすかな笛の音を聞いたのでありました。海の中には人魚というものが住んでいるということだが、その男はこの笛を人魚が吹くのではないかとさえ思ったのです。なんといういい笛の音だろう、と彼は夜の吹けるのも知らずにその笛の音に聞き取れていました。月のいい晩にはその笛の音は近くに聞こえてきました。曇った夜にはその笛の音は遠くになって聞かれました。そして嵐の晩には全く聞こえないことすらもあったのです。ある夜、彼はいつものごとく岩の上に佇んで耳を傾けていました。明るい良い月夜なのにもかかわらず、笛の音が聞こえてきませんでした。どうしたのだろうと彼は思っていました。そしてただ聞こえるものは打ち寄せる波の響きだけであって、笛の音は聞こえてきませんでした。おそらくそれは永久に聞かれないもののようにすらなんとなく思われたのでありました。この時、砂の中にうずもれている光ったものに彼の目は止まりました。海の中から波がそこに打ち上げたものでした。彼はそれが何だろうと思って拾い上げると、金色の鍵でありました。この鍵が浜に上がった日から、笛の音の止んだことを不思議とも思いました。もしや人魚がこの鍵を自分に授けてくれて、何かまだこの世に発見せられない、隠された箱を開かせるためではないかと考えました。彼はその鍵を持って家に帰りました。三人の男は別々に鍵を持って、この世の中に隠されている宝の箱を探して歩いたのであります。この噂はいつしか人々の口の端にも上りました。そして三人の男がついにある時、あるところで落ち合って、自分の持っている各々の鍵を出してみると、三つは全く同じ鍵であることを知りました。どうしてこう同じものが三つあるのだろうか、と一人の青年は怪しみました。きっと三つの鍵が三つとも見つかるものでない。その中の一つがこの世の中に残ればいいと、箱の主は思ったに違いない、と他の若者は答えました。いや、三つの鍵の中で誰かその鍵を拾って一番早く箱を開けた者にその箱の中の宝をやるということではなかろうか、と年の若い男が言いました。きっとその箱の中には宝が入っているに違いない。私もそう思う。あるいは私たちの思っているような宝物ではないかもしれない。
三人の男は思い思いのことを言いました。しかしその宝の入っている箱はどこにあるものか全く見当すらつかなかったのであります。私はこの鍵を昔の城跡から見つけ出したのだから、昔のものに違いないと思う、と一人が言いますと、しかし私はわしの足に結びつけられているのを取ったのだから、そんなに昔のもので、あるはずがなかろう、と一人は言いました。三人はこの鍵を都に持って出て、ある学者に見せて判断をしてもらうことにしたのであります。学者は司祭に見てこう言いました。この鍵のかかる小金の箱は、幾年前か土の中から掘り出されて今博物館に収めてあります。しかし、私の考えではその中に何も入っている様子がなかった。とにかくこれから博物館へご一緒に参りまして調べてみましょう。三人は学者の言葉を聞いて失望しました。けれど、あるいはこの箱の中に何か入っていはしないかという一筋の希望を持ちながら出かけて行きました。四、博物館へ。学者と三人の若者たちは参りました。やがてそこへ金色の箱が出されたのであります。その箱はあまり大きくはなかったが、黄金で作られていました。それですから土の中にうずもれていても腐ることがなかったのです。三つの鍵はどの一つを取っても、その箱の蓋を開けることができました。学者の手によって三人の見ている前でその箱は開かれました。中にはただ一枚の字を書いた紙が入っていたのです。私は三つの鍵をいろいろな方法で捨ておきました。きっとそれらは私の巡り会いたいと思う人々の手によって拾われるであろうと思います。もしその人が広い土地が欲しいなら、その土地をあげましょう。もしその人が芸術が好きなら、いろいろの珍しい宝をあげましょう。もしその人が私と結婚を希望されるのなら、私はその勇敢な方の妻となります。という意味のことが書いてありました。三人はこの文字を読んで目を輝かしました。先生、私たちはどこへ行ったらこの姫君に会うことができますか?と三人は学者に問うたのです。すると学者は三人の顔を見て冷ややかに笑いながら、もう取り返しのつかない大昔のことだ。少なくとも300年はその時分から経っていよう。と学者は答えたのであります。三人はがっかりしておのおのの持っている鍵を三つとも博物館に収めて、いずこへとなく思い思いに去っていきました。もうこんな鍵が何の役に立とう。彼らが口々に沿っていく後ろ姿を学者は見送りながら微笑していました。それから後のことです。学者は何かの記録から偶然次のような事柄を見出したのであります。殿様の一人娘であった姫様は、またとないほどの美人であったけれど、三人まで願いをかけた婿君が一人も見出されなかったことを恥じて、この山に登られ一生を海になって暮らしたままれた。この記録は高い山の上にあった灰寺の中から発見されたのでした。学者はいつか三人の男たちが幾百年の後になって、しかも打ち揃って鍵を持ちながら自分を訪ねてきたことを思い出しました。そして姫様というのは、まさしくあの博物館に収められてある黄金の箱の持ち主であり、祈願をかけたというのはあの中に入っていた紙にしたためられていた文字であろうと知ったのであります。学者はその高い山へある年の夏のことをわざわざ登りました。白い雲が頂をかすめて飛んで行きました。壊れかかった寺には今は誰も人の住んでいる様子もなかった。学者はしばらく佇んで、昔この寺に美しい海女さんが、よよ、
空を仰いで月の光に、雲の姿に、物思いに沈んだ姿を想像したのであります。小川未明、三つの鍵、読み切り。